どう？ちょっとくっきりした？そうでもないかまあいいや。こんばんは。そう、なんかゆいなさんのプロフ帳をね書いたんですけど、配信ができてなかった。そうやから、今日2人分配信できたらなと思って、ゆいなさんと次カレンさんかな、で赤サタ、次カレンさんやった気する。こんばんは。ちょっとね前髪増やしたんですなんでやろな、燃えきてるわずっと今日。私ねコンタクトアレルギーになっちゃって、今外してんねん。うわー、コンサートちょっとかぶしたくないな、コンタクトアレルギー。今なんかできるだけ見えなくても大丈夫な時は外すように意識してるんです。増やしました、量を。ちょっとだけね。なんか前より前髪感強くなってない？そんなことないそう、ゆいなさんのお話とカレンさんのお話を今日は。ゆいなさんとね、あ、ラビピロって言うんですか、お二人のコンビのお名前というか。もう本当にゆいなさんってね、すごいいてくださるだけですごい、なんやろ、元気になりますどうもどうも、こんばんは。すごい安心する。あのショーマンの時期にね、そのチーム M 公演した時とか、 N にまたいだ時とか、ゆいなさんがいらっしゃったんですけど、すごい安心してて、本当に私も安心する方になりたいなと。あ、ね、おめでとうございます。優勝したらしいですね。ね、おめでとうございます。見てないわね、本当に。カレンさんもね、あのすごい、なんやろ、支えてくださる方というか、なんかもう M の先輩方はほとんどなんですけれどもすごい安心します。そうやね、本当にかけてくださる言葉が優しくて、しょうまね。あ、そうなんや、次の新チーム M。 へえ、ねえ、本当に MV 撮りたかったなってすごい思います、原チーム M で。え、何、大型身長163センチって、私 164.5 になりました、身長伸びました、その
プロフィールに書いてる身長から。やっほー、こんばんは。さくちゃんおるんかな、どうなんやろ。よし、カレンさん書いていこう。え、次カレンさんやんな。え、名前的に言うとそうやんな。赤サタなーにーぬーねーのおらへんもんな。カレンさんやな。うん、カレンさんありがとう。あ、おるんや、さくちゃん。やっほー、やっほーやっほー。もう美咲の方が身長高いで、アンジより。やばい、ほとんどピロピロって書いちゃいそうカレンさんのプロフ帳。名前ピロピロピピピピ新地ピロピロ。ちょっと私なりのカレンさんの似顔絵を描いてみますね。ちょっと手が描けるかわからへんけど。前髪がこうあって、ピロピロの手、むずいな。ロングロングにしないと。え、むずいよな、こうやから今ね、手でそう。え、むずいな、こうやろ。あれ、あ、これやったな。うわ、え、あ、なんかブーブーブーみたいな手しちゃった。やばいやばいやばい。え、むずくない？え、ちょっとこれ絶対修正テープで書き直した方がいいやつや。4、5、あ、もう普通にこう書けばよかったやん。あ、待って、やってもだ、これ。ちょっとこれ後で書き直そうなんかグーあるじゃないですか、それの逆バージョンみたいな感じで書いてもだ。あかんわ、ちょっと後で書き直します、これ。こんばんは。むずいよな。やっほー、なんかバットボタンみたいな手を描いちゃった。だからちょっとこれはさすがにダメやと思うから、あの、後で描き直します。動物に例えると、でもなんかすごい、カレンさんってシャムネコ、あのキュンマートさんの時にシャムネコのセンターをされているカレンさんを見て、あ、これやなって思ったんで、
シャム猫シャム猫にしとくわ。シャム猫、うわぁ、ちょっと猫見たい、やばいで。やばすぎ、ピロピロの手が描けへんくて。でもちょっとこれはさすがにやばいと思うから、ちょっと後で描き直します。こんばんは、ねほ。最近ハマってること、あ、なんかちなみにこのプロ不調の神の質問とかもカレンさんが作ってくださったってこの前言ってた気がする。よく使う絵文字、イメージないけどリボン、わからへん、勝手なアンジのイメージやけどリボン書いとこう。と目がハートの絵文字、むずいよな。そう、むずいで、ちょっと変えてみて。ピロピロの手うん、今日ね、名古屋のツアーでしたけど、行った方いるんかな、名古屋のコンサート。オリックス、のえいと、何回も見直す。そうそうそう、チャームポイント、スラッとしたタイ、スラッとしたスタイル、趣味、あ、行ってない？あ、行った？すごい。名古屋の方ですか？それとも大阪から？趣味は野球観戦。秘密、保つために鏡の前に立っている。こんばんは、やっほー。ね、私はツアーは大阪のオリックス劇場で立たせていただくので、お楽しみにお待ちくださいませ。ね、今日はね、渚最高が初お披露目でしたね。大阪行くでって待ってる。ね、来てくださいます、お待ちしてます。23日、そうやんな、もう23、24かね。え、まだ絶賛ライブリハ中でしたので、プラス私たちはね、トゥインクルが19日に冠ライブが控えているので、
ちょっとバタバタなスケジュールにはなるんですけど、頑張ります。カメコ？ほんまに？撮ってほしい。ちょっとたくさんチェックします。私も撮ってくださった写真。ね、ちなみに冠のさ、当落っていつ出るんやろな。いつ出るんやろ。わざわざ関東から、ありがとう。トゥインクルね、全然集まれてなくて、そう、なんか練習もまだがっちりできてないから、そう、それぞれやっぱ公演とさ、ライブリハと、あと今日みたいにね、ツアーで行くとかが結構それぞれみんなあったから、全然揃ってできてなくて。16か、当落。うわー、また教えてな。当落って言ったら、お待ちしてます。私もね、その冠で使う衣装のズボンをね、かけてたんです。その服をね、ネットで頼んだんですけど、その届く日にちの予定日が18から22かなんぼかで、そう、その間にというか18に届くやろうっていうのをかけて頼んだら、今日届きました、ベジーズボン。 よかった、間に合いました。ね、待ってます、待ってます。よかった、無事届いて。 どうしよっかな、髪の毛とか考えつつ、ちょっと冠安心してできたらなと思うものの、やっぱりいろいろとあるから、みんなスケジュールが、やばいな、頑張らんと。カレンさんの好きな言葉も、これはもちろんピロピロ。好きな食べ物？イメージ、キュウリ、キムチぐらい？おにぎりの具、昆布、塩、必殺技ピロピロ。オッケー、全部書けました、カレンさん。 よし、これをあとは明日提出するだけ。ねえ、ゆいなさんのね、ラビグルメね、私そう結構見るんです。ね、ツイッター、インスタとか TikTok とかでね、ゆいなさん料理を、そう、出されてるんですけど、ちょっとご飯屋さん行きたいなと思ったら見る。こんばんは。また行きたいな、一緒に。一回連れて行ってくださって、ハンバーガーのお店。大好き、ハンバーガー。こんばんは。アンジュさ、ツイートできてました？ めっちゃ不安やねんけど、ツイートできてた？この配信するっていう。あ、できてた？あ、よかったよかった。じゃあいいや。なんか、いつもな、配信が始まってから、配信の、その、通知を送るようにしてんねんけど、今日は配信する前に投稿したからさ、いけてるんかなと思って。髪色？あ、ほんまに？
ちょっとずつ落ちてきました、若干ずつ。でも今回のコンサートはそう、この髪色で行こうかなと思ってます。なんか一回前髪作ったらさ、なんか前髪の安心感がすごい。なんやろ、どうしよっかな、髪型めっちゃ迷う。え、そうやんな、ごめんな、そう、今日は配信始める前に通知送ったんです。こんばんは。嬉しい、カメコねえ、見に行きます、終わったら。ちゃんとコンサート終わりはしっかり見てるので、ちゃんとあの感想を書いてくれたら嬉しいなって。え、めっちゃ褒めてくれるやん、かわいいって。ちょっと前に配信お知らせしてくれてたか、初めから、あ、やっぱそっちの方がいいんか、ちょっとこれからそうするわね。え、本当に、いや、ようあんな綺麗に撮ってくれるなって思うねん、すごいわ。ルームスの写真めっちゃドアップやったくない？そう、ドアップで撮りました。嬉しい。今日金曜日？そう、なんかね、アンジ、未だに何が違うんやろうと思うんがね、あのメイクさんにしていただく前髪と自分でやった時の前髪が違いすぎて。あ、今日木曜日か。え、今日木曜日？え、今日木曜日？あ、木曜日か今日。あ、そっかそっかそっか、昨日はラジコサンダーさせていただいたから、そっか、そうやんそうやん。うわ、めっちゃ今日金曜日やと思ってた。もう本当に最近曜日感覚がなくて。あ、そう、ちゃんとね傘持って帰りました、無事。もう本当に傘めっちゃ忘れるからさ、ちょっとああやってさ忘れへんようにさ、ツイートの文にも書いといて、ちゃんとね、あの皆さんがね教えてくれたんです、あのインスタの DM とかツイッターの返信とか、あの傘忘れないようにねって、あの書いてくれたのにもかかわらず、あのめっちゃ忘れててあかんわ、本当に。ちょっともう待ち受けにしとかないとさ、あかんレベルで傘って忘れんねんな、気をつけんと。本当に皆さんお優しい、あんだけ言ってくれたのに。そうやな、それはほんまに。傘ってねすごい邪魔なんです私。いや本当に大事なんですよ、大事なんです本当に。あのでもあのちょっとの雨なら走ったらいけるかって思っちゃう人なので、すごいなんか歩く時にさあんな長い傘を持っとくっていうのがすごい。でも折りたためにしろって話やねんけどな。ねえ、でも折りたたみも折りたたみで濡れた傘をまた畳んで、あのそうカバンに入れるっていうのがすごい
なんか嫌で 大事なんです、傘は。でもね、もうええかなって思っちゃうね、雨ちょっととかやったら。そう、最近ゲリラ豪雨多いもんな。めっちゃ小さい傘もあんの。あ、お母さん言ってた気するわ。ねえ、本当に嫌やねんな。あ、劇場に合わせれる。もうそれやったら全然 ってあれやけど。あんちゃんは雨から譲ります。譲ります？これ譲りますって感じじゃないんか。うわ、やばい。読まれ。持つなら長い傘持つけど、基本持たない。そうよな、わかる。あ、カッパね。でもカッパもさ、畳むの大変よな。折り畳み傘の畳み方で人柄出るよね。あ、ほんまに？そうなんや。こんばんは。え、そんなんあんの？めっちゃ便利やん。めっちゃ便利やん。そんなんあるやん。守りますか？ うーわ、ごめん。守りますか？うわー、それなら本当に守ってほしいレベル。やっほー。こんばんは。え、わかる。ね、雨の日とかめっちゃ地下歩いちゃう。なんかいかに外に出ないかを考えるような雨の日って。あと雨の日あんじむくむんよ。もうしずくちゃん状態。めっちゃ水分を吸収するんです、顔に。だから雨ってね、だから嫌なんです。嫌なんですって。でも雨が好きな方もおるもんな。え、みんな吸収せん？雨の日って。めっちゃ音吸収すんねんな、顔。え、むくむよな。え、ない、ないって あるかもしれん。あるんか？たまに雨を浴びたくなるときないな。あれ、地下じゃないねん、TikTok 撮ってんの。ナンバー地下があるから。うん、確かに。あ、ほんまに？しずくちゃんみたいになる。ほんまにか、わかる。髪の毛、まあ、髪の毛も吸収するな。あんじ、混合肌。雨の日、ねえ、そう、傘ささない人なんすよね。なんすよね。頭、わかる。そう。だから、だいたい私、そう。もう思ってて、今日なんかむくんでるなと思ったら、ああ雨の日やからかって吸収してんねんなと思っといて、むくんでたら なんかむくみのさ、対策でさ、昔からな、そのちびゴムあるやん、髪の毛のさ、ちっちゃいゴム、あれでさ、耳のここにね、引っ掛けて、ここにこういう状態に刺してさ、 むくみ取ったりすんねんけど、雨の日はな、それをやってもむくむんです、私。いやー、それは嬉しい。ねえ、風邪ひくでって言われるもんな。え、わかる。そうそう、そのタイプ。ちょっとの雨ならもう走ろうと思うもん。え、やる？そう思っといて。そう。なんかここにね、こうやって、こうやってね。そう、マッサージしてもむくむんです、雨の日。なんかいろいろ対策方法あるやん。なんかキレートレモンを飲んだりとか。そう、やってても雨の日はむくむから、もうこれはあかんなと思っていつも諦めてる。
え、グミツル届いたん？ええー、な。ええー、な。グミツル美味しいよな。大好き。本当にあの食感と味とさ、めっちゃ好きやねん、グミツル。おすすめです。ちなみに今ってお時間何時ですか？皆さん。え、ちびゴム？ちびゴム。なんかこういうやつ。ええー、の。あ、11時8分ありがとうございます。すごいすごい、その23時8分ありがとうございます。え、アンジ何時からショールーム始めた？あれ、何時から始めたやろ、アンジって。え、23時8分？あ、もうそんな時間なんや。ありがとうございます。35分。え、そろそろやん。30分。あら。なら、ありがとうございます。なんでそんなみんなわかるん？何時から始めたって、すごいな。ありがとう。いや、3分から。3分前ぐらいから。ね、え、30、あら。そろそろですね。あ、え、そうなん？開始時間表示されとんや。へぇ。なるへそね。あ、だからか。ね、じゃあそろそろランキング読もうかな。あら、さくちゃんまでありがとうございます。赤字で表示されとんや。こんばんは。ちょっとじゃあそろそろランキング読みたいと思います。13位の方からいきます。13位の方、ゴルさん、ありがとうございます。12位の方、リサさん、ありがとうございます。11位の方、ゆうじろうさん、ありがとうございます。10位の方、イ・ユンギョンさん、おー、ありがとうございます。9位の方、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位の方、ふみさん、ありがとうございます。7位の方、よしらしゅさん、ありがとうございます。6位の方、アマガエルさん、ありがとうございます。5位の方、たまひよさん、ありがとうございます。4位の方、しんちゃん、ありがとうございます。3位の方、たいきちさん、たいきちさん、ありがとうございます。2位の方、村人 T さん、村人 T さん、ありがとうございます。そして1位の方、ファントムさん、ファントムさん、ありがとうございます。よいよいお疲れ様、ありがとうございます。さすがさくちゃん。あ、さくちゃん、あー、あった、58位、さくちゃん、ありがとう、今日も来てくれて。よよありがとう。ではでは、ごきげんよう。皆さん、ありがとうございました。急なゲリラ配信だったのに来てくださり。ちょっとね、練習しないとやばいからします、今から。またね、ありがとう、バイバーイ、ごきげんよう、おやすみ、バイバイ。